ニュースマグビです。沖縄でのゴルフ中に体調不良を訴え、帰郷後に感染が発覚した石田純一さん。ブログで謝罪した妻の東尾理子さんでしたが、その行為にはある思いが込められていました。東尾さんの知人によると、石田さんはたびたび仕事を理由に沖縄に行ってはゴルフを楽しんでいたようです。その間、一人で3人の子供の面倒を見ることになる理子さんは怒り心頭といった様子でしたとのこと。自らの責任にしてブログで謝罪し、石田さんの鼻チューブ姿まで公開したのは夫に対する強烈な糾だったようです。ニュースマグビ